フィリップ・アンソニー・フィル・ジョーンズは、イングランド出身のサッカー選手。マンチェスター・ユナイテッド所属。イングランド代表。ポジションはディフェンダー。ジョーンズは、ランカシャー州のプレストンで生まれ、近郊のクレイトン・ルーツで育った。レーランドに位置する高校を卒業し、ライブル、ワンダラーズの u うマイナス10部門でプレーしていた。 2002年にブラックバンド・オーバーズのユースに加入し、2009から10シーズンにトップチームに昇格した。2年間のプロ契約を締結し、2009年9月22日に行われ、1から0で勝利したリーグカップのノッティンガム・フォレスト戦でトップチームデビューを果たした。2010年2月に新たに5年間の契約を結び、1600万ポンドの違約金が設定された。 18歳の誕生日を迎えたちょうど1ヶ月後の3月21日に行われたチェルシー戦でプレミアリーグデビューを果たしセンターハーフのポジションを務めたジョーンズはいくつかの重要なブロックやインターセプトを記録し安定した献身的なパフォーマンスを賞賛されチームも前シーズンのリーグチャンピオンを相手に1から1で引き分けた最終的に2009から10シーズンは リーグ戦9試合、カップ戦3試合に出場した。2010から11シーズンは、エバートンとの開幕戦から始まり、シーズン前半の大部分を、本来のポジションではない守備的な中盤の選手として、プレーをした。12月に行われたウエストハムユナイテッド戦で、膝の軟骨損傷により、当初は残りのシーズンを欠場する見込みとなったが、2011年3月21日に、 行われたブラックプール戦でブレッド・エマートンと後半に交代で出場し、復帰を果たした。4月2日に行われたアーセナル戦で4ヶ月ぶりにスターティングメンバーとして出場し、フル出場の末、チームは0から0で引き分けた。怪我で離脱した期間があったものの、最終的にリーグ戦26試合、カップ戦2試合に出場した。2010から11シーズンの終盤に、 マンチェスターユナイテッドがジョーンズに関心を示して、ビルトの報道がなされた。1から1で引き分けたブラックバーンとマンチェスターユナイテッドの試合ではセンターバックを務めたが、アレックス・ファーガソンはその試合で見せたジョーンズのプレーとリーダーシップに感銘を受けていた。2011年6月13日にマンチェスターユナイテッドはジョーンズと5年間の契約を結ぶことで合意し、 代表戦からの期間後に手続きは完了した。移籍金額は公表されていないが、少なくとも1650万ポンド以上の金額が支払われたと推定されている。プレシーズンマッチのシカゴファイアー戦において、ユナイテッドデビューを果たした。マンチェスターユナイテッドでプレーする。 ジョーンズ公式戦デビューは FA コミュニティシールドのマンチェスターシティ戦であり、リオ・ファーディナンドと交代で後半から出場した。ジョーンズが出場した時点でチームは0から2とリードをされていたが、最終的に3から2と逆転で勝利を挙げた。リーグデビューは開幕戦のウエストブロムウィッチ・アルビオン戦であり、再びファーディナンドと交代で75分から出場した。 2011年8月22日に行われたトッテナムホットスパー戦で初めてスターティングメンバーとして出場し、ジョニー・エヴァンズとコンビを組み、チームも3から0で勝利を挙げた。9月10日に行われ、5から0で勝利したボルトン・ワンダラーズ戦ではジョーンズは右サイドバックとして出場し、素早いスローイングからのリスタートを正確なクロスで、ウェイン・ルーニーにつなぎアシストを記録した。 その5分後には、ペナルティエリアにドリブルで持ち込みコンセムを抜け出しシュートを放ち、ジョーンズのシュートはゴールキーパーに引かれたもののルーニーが反応し、ゴールが生まれた。次戦のチェルシー戦でも、同様にジョーンズがペナルティエリアに持ち込んだボールが、ルーニーの下に転がりゴールが生まれ、チームも3から1で勝利を挙げた。リバプールとのアウェー戦ではこれまで務めてきた、センターバックとサイドバックではなく、 センターハーフを務めた。11月11日に行われ、2から2で引き分けた。チャンピオンズリーグのベンフィカ戦では開始早々に、相手のシュートがジョーンズに当たり、角度が変わったボールはネットに吸い込まれ、ジョーンズのオンゴールとなった。12月3日に行われたアストンビラ戦では、センターハーフとして出場し、何のクロスにインサイドキックで合わせ、トップチームにおける初ゴールを記録した。 ジョーンズのゴールがその試合唯一のゴールとなり、チームは1から0で勝利した。バーゼル戦では、フェデリコ・マケダが放ったクロスバーに引かれたシュートに反応し、ゴールを挙げたが、チームは1から2で敗れ、チャンピオンズリーグは、グループリーグで敗退となった。12月21日に行われた、フラム戦では顔面を負傷したが、X 戦検査の結果、 深刻なダメージはないことが判明し、12月31日に行われたブラックバーン戦に出場した。2012年1月4日に行われた入ッするユナイテッド戦ではオンゴールを記録し、チームも0から3で敗れた。膝を手術し、背中に問題を抱えたため、2012から13シーズンの最初の出場は、2012年11月20日に行われた。 チャンピオンズリーグのガラタサライ戦となった。リーグ戦での最初の出場は11月28日に行われたウエストハムユナイテッド戦であり、アンデルソンとの交代で84分から出場した。2013から14シーズンは2013年10月29日に行われ、4から0で勝利したリーグカップのノリジ式戦でゴールを挙げ、12月10日に行われた。 チャンピオンズリーグのシャフタールドネツク戦では、その試合唯一となるゴールを記録し、チームは1位でのグループリーグ突破を決めた。2015年7月1日、マンチェスターユナイテッドと新たに4年間の契約を結んだ。2009年11月17日に3から1で勝利したトルコ代表戦で U-19 イングランド代表デビューを飾り、U-19 では、 その後3試合に出場した。2010年8月4日、ジョーンズは U-21 代表に招集され、8月10日に行われたウズベキスタン代表戦で、マーティン・ケリーと交代で後半から出場し、初キャップを記録した。デンマークで開催された UEFAU-21 欧州選手権2011のメンバーに選ばれ、グループリーグ最終戦のチェコ代表戦では、 スチュアート・ピアースにキャプテンに指名された。2011年8月5日、オランダ代表との親善試合に臨む A 代表のメンバーにファビオ・カペットにより招集されたが、4日後に起こったイギリス暴動の影響により試合は中止となった。A 代表デビューとなったのは UEFA ユーロ2012予選のモンテネグロ。 代表戦であり、試合後にカペットは、天性の素質があると称賛した。カペットの後任についたロイ・ホジソンにより、UEFA ユーロ二2 0 1 2に出場する代表メンバーに選出されたが、出場機会は与えられなかった。2014年5月12日、ジョーンズは 2014FIFA ワールドカップに臨む、イングランド代表23人のメンバーに選出された。ジョーンズは肩を負傷しており、 ホジソンはジョーンズが出場できない場合は、ジョンストーンズをメンバー入りさせることを検討していたが、最終登録期限の2日前に、肩の怪我は回復した。本大会での出場機会は、消化試合となったコスタリカ代表戦の1試合に終わった。2018年もワールドカップイングランド代表に選出された。恵まれた体育とフィジカルの強さを持っており、本職は、 センターバックであるが、右サイドバックや、ディフェンシブハーフなど多くのポジションを務められることから、ヨロズヤと呼ばれており、体格の良い、ビリー・ジョーンズからボールを奪うことは困難であると認識されている。パディクレランドは、体格と身体能力の高さからジョーンズについて、ダンカン・エドワーズを彷彿とさせると述べ、サーボビー・チャールトンと話をすれば彼もそう言うだろうと、話した。 2011年にイングランド代表監督を務めていたファビオ・カペットはジョーンズについてフランコ・バレージとフェルナンド・イエローとの比較を交えて言及した。2013年にアレックス・ファーガソンはジョーンズについて私の見立てではジョーンズはユナイテッドで歴代最高の選手になり得る。と話した。2017年ありがとうございます。